ゃ系とかになっちゃうの、そうじゃなくてちょっと関西弁混じりなのか、なんかちょっと福岡弁混じりなのかわかんない、ちょっとイントネーションが変えてできた方が味を切れ、味を切れ、急げ、味を切れ、味を切れ、急げ、味を切れ、頑張ってね。はい、はい、今君がどんな気持ちかよくわかるよ。でも君の勇気が船を救ったんだよ。ディンドラ、お前がいなければわしはどうなっていたことか。大丈夫か、助けに来たぞ。変わってやる、任せろ。方言ちょっとできたんですかね。違いましたね。ですかね。僕語尾変えない方が良かったんですよね。そうですね、チャレンジしてもらった最後の最後にちょびっと変わって、そうですよね。ほんならもうそのままでいいです。はい、はい、私の番。じゃあ今は何を見てるでしょうか。はずれ。そんなことしてないわよ。父さんが網をかけてるのを見てたのよ。34番土田拓人です。50番藤田ひなです。38番小川良樹です。きっと刑務所かどこかに入れられちゃうんだと思っていたわ。ラピュタ見たことある？はい。の医師のせ、なんかトムじいさんってこう医師と話すおじいさんいたでしょ、はい、あのイメージやっていうのね。なんかちょっとおじいさんすぎる、まあ、それに多分キャラクターをかぶってるとこあるんやけど、はい、少しこうなんか多分そんなに60歳とか70歳40代あたり50前後かなっていう多分ね。はい、はい、私の番。じゃあ今は何を見てるでしょうか。そんなことしてないわよ。父さんが網をかけてるのを見てたのよ。ちょっと待って、灯台が消えてる。何？何言ってるのか。俺たち刑務所に入ってるぞ。でけえやつだ。会話形式でお願いしたいと思います。で、ティンドラとジェスパーで、例えば河野さんと中又さんで、大塚さんと大原さんで、藤田さんと、はい、河野さん。はい、はい。俺たち刑務所行きになったらどうするんだよ。私一人でやったことだって言うから。本当に一緒に来ないの？俺、父さん、父さん、本当にごめんなさい。火事になったのは私のせいなの。灯台の火が消えてるのを見つけて、すぐに船が来てないか確認したの。そしたらこっちに船が向かっているのが見えて、でも問いをこぼしてしまって、わざとじゃなかった。でもその後燃え始めてしまったの。君が、今君がどんな気持ちかよくわかるよ。でも君のおかげで君の勇気は船を救った。君のおかげで船も大切な積み荷も守ることができたんだ。あんな火事を消し止めることができたのだから、灯台だってきっとまた立て直せるさ。でもきっと刑務所がどこかに入れられちゃうんだと思っていたわ。父さん、本当にごめんなさい。ティンドラ、お前がいなければわしはどうなっていたことか。ありがとう。いいなあ。よくできました。改めてご挨拶しまして、はい、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいよいよ収録日ということで、できたんだからって変えてもらってもいいです、別に。わかりました。それがそのできたのだからの方がやっぱちょっと棒読みっぽく聞こえちゃうので、もっと自然な感じで。
自然な感じで、そういうところの語尾の変換とかしてもらっても、で子供に、ちっちゃい子に大丈夫だよって、君がやったことは間違ってなかったよって言い聞かせてあげる感じで、まあ、お父さんなので、あの言葉数は少ないけどちゃんと認めてあげる、その深い愛情を込めてっていうのと、まあ、あのいい感じで、今のままのいい感じでやってもらえたら、でこっちは安心してるけど疲労してるわけ。でもこっちは見てただけだから安心だけ。大丈夫かしら。今日はお祝いよ。そう、ちょっとこれもなんかちょっと。今日はだん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 。すぐに船が来ていないか確認したのを消そうかな。出てて。あ、違うかった。あ、これ違う。この次は BG がこれに乗っかるからな。皆さんの声よりも BG が先に来ちゃうので、それを後で編集するのは不可能やね。はい、自分のタイミング、もし曲で撮ってるなら NG、それは難しい。はい。絵で撮って。はい、はい、で。タイムコードないから。はい。はい、それは頑張らなかった。はい。はい。OK ディスパー、私が今何を見てるか当てて。じゃあ今は何を見てるでしょうか。ハズリー。うん、OK です、ありがとうございます。すげえなまって。月おい、途中で帰るのはなしだぜ。うん、OK です、ありがとうございます。はい、音は大丈夫なんですけど、多分なまってますよね。俺の番、どこなら、俺の番がもうなまってるし。当ててみろよ、当ててみろよ、当ててみろよ。はい、Today is the big day. OK, ジスパー。私が今何を見てるか当てて。わかった。灯台だ。おい、途中で帰るのなしだぜ。そんなことしてないわよ。今したじゃないか。分かった、東大でも言ってもらった上での笑い声、笑い声だけじゃなくて、うん、もう一回言いますね。分かった、東大だ。はい、OK です、ちょっと確認します。分かった、東大だ。Men vi kan ta en till, men lite mindre, lite kortare, lite mindre。もう一回ね、少し短めで。短めで、うん、っていうじゃなくて、うん、みたいな。はい、うん、はい、あ、でもいいです。空っぽ？早くって言うけど、これは水で灯台の火を消す。うん、消えるのかみたいな。これで消えるの？消さないと思う。大丈夫かな？大丈夫みたいな。どうしたの？そして、ティンドラーって言って、大丈夫か？助けに来たぞ。変わってるぞ。任せろで、おーってなって、お父さんが、はーって安心して疲れた、広した声出して、少し。って言っても喋れないからね、ここまで多分。お父さん、こんにちは。聞こえる？はい。はい。When you...enter the boat, when you take the oars of the boat, then make some action noise. わかります、はい、なんだあれはっていうセリフ自体はすごい良かったと、はい、うん、ただまあ気づいてから実際にこうアクションオールを取って漕ぎ出すときにやっぱりちょっとうんとか出るじゃないですか、声が慌ててるか ら、はい、だからそれをちょっともうちょっと表現してもらえたら。はい、わかりました、はい。ん？なんだあれは。灯台が火事よ。おい、大変だ、急げ。じゃあちょっと待ってください、確認します。森くん、ごめんね、何回も。大変だは自分なんやけど、やっぱりキャプテンなので状況判断が素早いのね、はい、なので、大変だは自分に大変な状況だっていうのは言ってるんやけど、急げは一応キャプテンとか周りに対して言ってるので、そこでちょっとトーンを変えてもらって大丈夫です。はい、わかりました。難しくてごめんね。はい、お願いします。おい、大変だ、急げ。はい、
本当に一緒に来ないの？ああ、ティンドラ、お前がいなければわしはどうなっていたことか。ありがとう。ティンドラ、お前がいなければどうなっていたことか。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あれ？どうなっていたことか。ありがとう。保存で。保存。OK。大塚彩です。19歳です。今回はティンドラ役をやらせていただきました。こんなチャンス本当に今まででなかったのですっごく嬉しいです。これからもずっとこの経験を忘れずに頑張っていきます。大原ひまわり19歳です。ジェスパー役をやらせていただきました。9月14日私の誕生日なんですけれども、すごく素敵な誕生日プレゼントもらえたなと自分的にすごく思っております。これを機に世界に羽ばたける声優になります。はい、以上です。柳本博弥18歳。今回は、ティンドラの父親役をやらせていただきました。ティンドラの父親役というので結構大事な役なので一生懸命取り組みました。これを経験して、世界に通用する声優になれたらなと思います。森井正直19歳です。今回は、シッパーマン船長役をやらせていただきました。自分にも小さい兄弟がいるので船長がティンドラに優しく話しかけるところはとても共感できたと思います。この経験を通してもっと名の売れる声優になってやろうと思います。ありがとうございます。松下東子です。22歳です。私は今回エキストラの女性の役をやらせていただきました。一言だけだったのでそこでやりたいことをやるのがすごく難しかったんですが、この経験を生かしてこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、アミューズメントメディア総合学院大阪校、声優タレント学科、担任マネージャーの小瀬です。この度は本当にはるばるノルウェーから、こんな素敵な、本当にアニメーションの、そしてキャスティングを学生にしていただいて本当にありがとうございます。感謝しています。こんなに今世界に羽ばたける、声優がこれからどん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 育っていってくれたらなというふうに思ってますので、もっと学生には頑張ってほしいですし、そしてこんなお仕事の機会がこれからもどんどん来るように私たちも頑張っていきますので、一緒に本当に、作らせていただいて感謝しています。ありがとうございます。ありがとう。エキストラのママ。ありがとう。学校に送ったらもらえる？みんな。もらえるの？わかんないです。これかかるんだろう。うわー、隠して。そんなことしてないわよ。今したじゃないか。出せよ。父さんが網をかけてるのを見てたのよ。もういいだろ。ちょっと待って、灯台が消えてる。大変だわ、父さんはきっと30分戻ってこない。